今日はね、一つしかないよな。何やるんだ。今日は抜き打ち財布チェック。お遣いないはずだよな。ないっすね。ちょっとお前財布見せろ。こいつ怪しいな。いやこいつ元気入ってるんですよ。ちょっと 見合っとけよ。でも奥さんから小遣いはもらってはい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。硬いとこそれ。今日はね、一つしかないよな。何やるんだ。今日は抜き打ち財布チェック。なんでそんなことするんだ。まあ嫁さんからお小遣いもらえてない職人の財布事情。本当にもらえていないのか。本当にもらえてないから、チェックしよう。チェックしましょう。お前その動画見た。俺と一緒に飲みに行って、で次の日絶対出ますってお前ぶっちぎったら、お前給料ゼロだぞって言ったら、見事にぶち切って、そんな遅くまで飲んでないのよ。12時1時でしかお約束通り。お約束通りで奥さんの家まで行って、奥さんとも話して、もうこいつダメだよって、絶対お小遣いはもうあげたから、それは奥さんもルールだよって。だったらお前、まず約束は次の日絶対休むなよって。休んだら1ヶ月分の給料なしだぞ。1ヶ月分の給料なしだぞってぶち切ったら、で次の日ぶち切りました。1ヶ月分の給料なしだぞ、それ約束だね。いいな。じゃあ奥さんに言うわ。奥さんのとこ行くわ。これな。はい。今月小遣いなしだよ絶対。それ俺と約束できる？はい、そこありなが日払いのやつだけもらってみたいな。こいつ財布の中に金入ってたら。おかしい。おかしい。おかしい。奥さんもしばかなか。おかしい。けたら、はい。あれからぶっち切りはしてないんか。あ、してないです。お酒は控えとるんか。あ、家で飲むぐらいですね。この間お前足場職人全員で旅行あったろ？静岡じゃなくて京都か。京都ありました。どうやって行ったの？あ、僕行きました。お小遣いないのに。そうっすね。もう声が裏返ってる。怪しいっすよ、怪しいっすよ。お小遣いないはずだよな。ないっすね。まあ、ちなみに一人かな、前借りは来とったけど、旅行行くんで金貸してくださいって言って、はい、お前はこんかったよな。はい。でも奥さんから小遣いはもらって。もらいました。お奥さん呼べ。今日 夜奥さんだ。説教だお前んとこ。給料全部カット。面白い。奥さんとも約束しようでな。違います。でもお土産用にもらったんで。お土産用じゃない。嫁の嫁に買ってくれる用だから、別にお前のものじゃないと。はい。じゃあお前財布見せろ。こいつ怪しいな。いやこいつ元気入ってるぞ。ちょっと見合っとけよ。元気抜くかどうか。あ？お土産用に。はい。お金預かったけど、はい、そのお土産だけは買ったと。いや、買ってこなくていいって言われます、最終的に。だから現金返したわけだ。お前絶対嘘ついてるから。旅先でお酒行ったんじゃないですか、旅先で。わかりやすいな。もうとりあえずちょっと開けてみようか、じゃあ。いいか、開けていいか。あ、はい。お、まあまあ入ってる。お前絶対小遣いもらった、こいつ。8000円。まあ微妙じゃないか。そんなもんじゃない。だけどもうだって今日何日？ 16 だもんね。お前ちょうど昨日日、昨日給料日だね。今日小遣いもらってるはずだぜこいつ。今日もらっただろお前。今日もらっただろ。俺もだって16日だよ。そう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 。だ昨日給料日だもん。お前タイミングが降りてこい。お前あれじゃないか。はい、最悪あれじゃないか。はい、お前旅行は旅行でもらって、これ昨日は昨日でもらってるやつじゃないか。昨日もらったんですよ。いくら？1万。いやもう一括で渡すって。え、いくらもらったの？とりあえず4万っす。え、もう3万2000円使っちゃったの？いや、まだ家に置いてあります。あ、よかった。いくら使ったの昨日？飲み行ってるんだろう、どうせ昨日。めちゃくちゃ多いんだよ。絵に描いてある。何昨日？何昨日？昨日ちなみに金曜の夜だな。そうですね、暑い。鼻金。そうですね。何どこ行った？昨日でもテラと飲んでました。寺道？はい。あいつ俺が飲み誘っても出てこんのに。そこ居酒屋っすね。でお前じゃ金出しないだ。あ、一応持ってって、うん、多分出さんでいいって言われて。うん。だから使ってない。使ってないです。まあ、じゃあ家にあるの？あれは。俺が
来月ダメだよってもう翌月になっとるでか。あ、そうっす。あ、そうかそうかそうか。前の15日よ。先月の15日よ。先月我慢できたのか。先月はどうだったの。めちゃくちゃ痛いなここ。先月最低限はもらっちゃいましたね。いくらの最低限は。で毎回もらいに来るんだろ。1万円ちょうだいとか1000円とか。ああ、そう、ちゃんと偉いじゃん。タバコ代とかそれだけ、はい、飲みに行かれたんですか。いや多分行ってないっす。おすごい、すごい。ほんと1ヶ月我慢した。おすごい。一応、ね、まとまった金はもらってはない。まあみんなで帰りにちょっと飯行こうかって言って、はい、で金ねえよみたいな、まあいいわ今日出してあるでみたいなぐらいは言っとるけど、はい、じゃあ昨日は謹慎明けじゃないですか。謹慎明けだ、まあ、謹慎明けっすよ。謹慎明け。謹慎明け。あ、そうか。そうです。で旅行はいくらお小遣いもある。旅行はでも謹慎中だろ。謹慎中です。だろ、はい、いくらお小遣いもある。1000円っすね。あ、まあまあそれぐらいだったらな、まあ、しちゃうか。そう、あ、でもまあ無事じゃあ1ヶ月は過ぎたか。そうですね。じゃあ今日は奥さんのところ行けんな。俺今日夜奥さんのところ行く気満々だったんだから土曜 の夜だけど用事ねえで今日お前のところで晩飯食いながらなんかわわわわもろいったろうと思ったんだから社員の家族に物言うのが一番楽しいわ誰も文句言えたらお世話になってるんだね社長だねよくしてくれるから社長お久しぶりです、お元気ですかとか言ってくれる。それが一番気持ちいいだけど偉いじゃん、はい。お金ない今月4万円で、はい、年始いくら残ってるか。年始いくら残すってこと。年始まあ5日ぐらいか。でも正月なんか家族だろ。あ、多分別々っすよ。あ、どういうこと。挨拶終わりです。あ、別々挨拶よ。お前はお前の親。いや、行くんすけど向こうの親のところから行くんだろ。行きますね、うん、行ってその後は多分別行動です。どういうこと。別行動なんで家族のそんなバカな。夜は飲みに行かれるとして昼間休めと何してるんですか。健太郎さんは寝てます。だってトビなんか毎日5時起きだもん。そうですよ。でこいつら1時とかまで飲んどんなもんですよ。えらいわな。寝てるならお金いらないですよ。でも正月はだって仕事休みだろ。わかんないです、まだ予定が。休みでしょさすがに。そうですか。いやこいつら日系月系でも結構働きたいっていうのもんだって。塗装の職人はあれじゃん、一軒いくらじゃん。足場も一軒いくらでしょ。見る俺はもうそっちの方がいいの。稼げるしみんなも。だけど現場の取り合いになっちゃう。美味しい物件を俺がやりたいになっちゃうんで。それになるの嫌だなと思ってる。塗装職人は営業を決めとるから。現場はね、この人は誰って地域で決まるから。地域振り商業。でも足場ってトラックだもんな。だって声がでかいやつが美味しい物件持ってっちゃうじゃん。そういうのちょっとかわいそうだなと思って。な、はい、小遣いは自分で使いたいよな。そうですね。そうか、じゃあでも面白くねえな。もうちょっといじりたかったお前を。絶対にこいつやらかしてると思うんだけどな。でも反応分かりやすくて探りやすいよね。探りやすい。あ、仕事みたいな。もう嘘は絶対つけんかもしれない。一切隠し事はできませんっていうかもしれないな。, 笑っちゃいますね。笑っちゃうよな。お前こんもんがって天みたいな。ちょっと来るタイミング間違えましたね。謹慎明けに来てしまったんで。ああ、まあ、謹慎中来たらどんな最後にしようか。逆に俺は今日給料日だったらどうなるかなと思ったんだけど。ああ、まあ、確かにそう考えればそうだもんな。給料日だって金があって当然だもんな。はい、視聴者の皆さん、はい、足場健太郎1ヶ月間謹慎も取れ、はい、1ヶ月間小遣いなしの生活、はい、頑張ったな。でも、はい、もう本当に飲んでないっていうのは噂を聞いてた。みんなで飯誘っても、はい、いやもう俺帰るわみたいな感じだったの。で 今だったら誘われたら行けます。オーケーみたいな。レッツゴーみたいな感じなってます。またじゃあちょっと問題起こすの楽しみに待とうかお前が。問題社員がまた問題起こすの楽しみに待ってます。はい、よろしくお願いします。足場の買い取り、はい、まあちょっと年末だでね、ちょっとどうかわからんすけど、まあ声かけていただいたら年末年始も、まあ動ける時だったら動きますね。まあドバに持ってきてください現在よね、はい、全国の買い取りも、まあ、こっちから査定行くとかいろいろ考えてやってますんで、ぜひ声かけてください。よろしくお願いします。せーの、ラダミでね。もっとお前大事件起こしてくれってお前。事件起こせや。事件起こせや。